あれに、プレイするのはトロンボーンチャンプです。トロンボーンってあのこのトロンボーンかな。それがゲームになるの。チャンプなんかすげえ難しそうやん。まずは浜口さん、演奏する人、トロンボーナーを選びます。あ、パルーサ。お真面目そう。ホーンロード。ホーンロードです。この人にしましょう。はい。仮にこのゲーム操作パターンが4つあります。な？ジョイコンを振ったり、モーション IR カメラを使ったりと4つの操作方法で楽しめます。浜口さんはジョイコンを前後に傾けて演奏するティルトでプレイ。どれや。キヨシこの夜でしょうか。ジングルベル。ジングルベルしてみようか。さすがちょっと分かりやすいもんな。難易度5や。いや強いな。そりゃあかんな。キヨシ行こう。キヨシ読んだ。キヨシ読んでんの。さあどんなゲームなんでしょうか。あれ、あ、息が切れた。ずっと押したらあかんねや。本君の肺活量もあるか。ノーツの切れ目が息継ぎチャンス。リズムゲームよりちょっと難しいね。実際のトロンボーンさながら狙った音を出すのが難しいこのゲーム。たまらない。きよしこの夜。感覚がつかめたのかつかめていないのか、手応えがないまま最後のラッシュ。まあまあ。C 行った。プーカ出てきました。聞こえた曲に。うん、ああよかった。ずーっと押しといたらいいのかなと思ったら息切れするから。ちゃんと人やれんな。あ、仮にせっかくなんで2人でセッションしませんか。シングルでもやばかったのにセッションさらにやばいやろ。いいよ、やろうやろう。よい子2人でお届けするナンバーは、あ、ハッピーバースデーやん。あ、いいじゃん。うん、よい子2人がお送りします。ハッピーバースデー、お聞きください。はい、誕生日の方、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、外れた。知ってる誕生日じゃない。聞こえてる？ハッピーバースデーに。ハッピーバースデートゥーユー。口ずさむ有野さんと、それどころではない浜口さん。ハッピーバースデートゥーユー。私たちは一体何を聞かされているのでしょうか。ハッピーバースデートゥーユー。言われたかな。あ、全然俺低いわ。低いな。10万低い。おめでとうございます。おめでとうございます。笑えるよね、みんなでやってちょっとシングルプレイも面白いですし、うん、みんなで演奏するのもなんかトロンボーンのでかい音じゃないもんね。ホワ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 。それが楽しいんだよな。あ、仮に、次が最後のゲームです。プレイしてもらうのは、リマスタードです。初めて聞いた。知らない。15年のソフト。何これ。あー、液晶使うんだ。タッチ操作でもプレイできますが、今回はコントローラーで遊びます。ジャイロ操作でコントローラー振ることでもかける。ボールを出せ。あ、カーソルだ。あ、これに何かを書いてこの器みたいなの動かすんじゃない。もうそういうことじゃない。わー、なるほど。そう、画面に書いてお題クリアを目指します。
無理じゃないこれもう。そうやな行き詰まったらリセットしてやり直せます。おお。ああ、なんだそういう出し方でもええし、うん、あそこをグーッとこう持ち上げんのかな。ああ、なるほど。いや、ちゃうここか、こんな、なんかでっかいの上からドスーンと。なるほどね。おー、でも、おー、いいじゃん。イエーイ。出しゃいいってことか。出し方はそれぞれあんねや、パターンがいろいろ。お次は浜口さん、赤いボールを左の壁に当てるというお題。カーソル動かして、A ボタンで筆を置く感じと。そう。え、何してんねん。そしてもうて終わったけど。ちゃうな。待てよ、なんかここにつけたいな。いやー、なるほど。何してんの。でもこっちに勢いをつけられへんもんね。右からは押せないようなので。そうか、いけるとこはこう白くなれな。こうやな。う、何ああそういうことか。そう。なんで服描いてた。なんでや。発想はいい感じです。これや。うんうんうん。あ、すごい。すごい。なんでよ。こうしようか。おー、いいね。よいしょ。うったい。ああ、ギリギリ。なるほど。次のお題は。え？赤いボールを左の壁に当てろ。憂鬱。がバラバラになった。ね、この瞬間にやらなあかんってこと。そう、落ちるまでに何かせなあかんねやな。あれをキュッと漢字が追ってまう前に決めなあかん。あっ、いや違うな。なんやこれ。えい。あー、でも、あー、そんなことなのな。こういうことか。あ、なんか分かったぞ。こうや。どう。違う思い通りに動かない。ちょっと待てよ。ぬらー、いけ。惜しい。憂鬱の落下阻止に成功。そのまま線を描いていきます。え、これで。さあ、ここからボールを左の壁に当てるにはどうすればいいのでしょうか。これどうしたらいいねや。離したら落ちるもんな。落ちる。あ、でもなんかあるな。なんかあるな。もう一度漢字をせき止めて。惜しいよね。惜しいよね。こうか。なんかこれでいかれへんか。それで当ててあるな。ボインっていかせるってことだ。ポン。いけ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 。いけ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 。たまなこなってもええやんか。いけもう行くか。ポン。あー、いい。いけいけで、コン。あ、いった。いったいったいった。あ、ぴったりいけばいいのか。いけ。そしたら落ちるってことか。いけ。もう一個いこうか。おりゃ。あ、いけ。いい、いったいったいった。よっしゃ。いった。す
すごい。これいったな。これはいいね。わあ、なるほど。続いてはヒーローを立った状態にしろ。うい？弾を落とすの。なるほどね。発想力と運も必要そうな問題。高い位置考えた。なるほどね。ほっ。赤。おっ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 。この問題、管理人は苦戦すると予想して出したのですが、良い子のお二人、お見事。たったの3玉でヒーローの直立に成功。さらに難度の高いステージへ。あ、出たヒーロー。ヒーローばっか当たんな。手何入れろ。あかんやろ、ヒーローはコンテナに入れたら。どうしようかな。さっきは足のところに弾をボンって落としてグリングリングリーンってやらしたけど、階段みたいなの作ってみようか。え、ヒーロー動くの？階段みたいなの作って、こっから弾を白。階段いらんかったんじゃない？お供えしてもうたな。白。まんじゅうさなえに来た。お墓にまんじゅうさなえに来たよ。ヒーローの手のとこになんか弾をボーンって落としてグリグリグリーンっていけ。白を練ってさ。白を練成して。そうそうそう、でかでかでかほんまや。白を重ねるとその分重量もアップ。白、あ、狭すぎる。ゴインゴイン打ってもったや。あ、でもそんな感じだ。そういう感じやな。その後も白を連成。よし、ためためで連成しよう。でかいでかいでかい。バレるって。バレるって。うりゃあ。でかすぎたか。でかすぎた。なかなか道筋が見えません。ダメだ。スイカゲームやね。上2回やんな。2回やんよ。そう、白。あ、うん、何かに気づいた浜口さん。ここに白を塗って。白を塗って。よし、だいぶ重いぞこれ。はい、白。うわー、もうちょいかな。ちょっと上がったけど、ちょっと上がったけど、こういうことなのかな。ヒーローの下になんか棒が引けたらテコの原理で上からドーンって。有野さん、思いついたことを実践。そこに台作って。あー、いいね。うまく線が引けない。惜しい。考え方はいいんじゃない。考え方は非常にいいと思いますよ。改めてテコの原理で挑みます。あとは練り込んで練り込んで、で練り込んだ球をそこで、あれの深夜の白。白。おー、惜しい惜しい。かけ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 。白をかけ。いやー、でもなんか惜しいな。形を具現化するのが難しいな。いろんな漫画入ってきたよ。そのあるの白の念をな。お、いけるかもよ。引っかかるか。白を練り込んで落とせ。練り込め、注ぎ込め。白、いきます。いけ。白、ドーン。おー、飛んだ、飛んでった。来い。どこ行った、どこ行った。飛びすぎや。どこ行った。あれ、ここに。嘘。どっか、どっかと練り込みすぎや、お前。ヒーロー消滅してるんだ。来た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 。なんでこれつけたの。
余計なことしてなんでこんな作ったの白着てたのに。ヒーローの飛ばし方は分かりました。再挑戦。あんまり練り込みすぎんなよ何その助言。ある程度のある程度の練習でドーン。ふたしろ。長すぎないか長すぎじゃない。来た入った入れ入ったか。バルーンみたいに行くの。入った入った入った1やった面白い面白いねこれ、そろそろお時間です。プレイしてみていかがでしたか。多分制作者も意図せえへんかった正解とかあるんやろな白を練り込んで落とすとかいう技もあったりとか先に進めばもっともっといろんなあんねやろな。今回2人が遊んだゲームは任天堂スイッチの e ショップで購入できます。注目のインディーゲーム情報をお届けするインディーワールドもチェックしてみてください。良い子のインディーでお宝探し生活4。今回は6つのゲームをプレイしました。さあ浜口さん有野さん、お宝は見つかりましたか。俺パズルって今まであんまり多分頭使って使うやつあんまあかんかったから苦手だね。でもチッピーとノッポはめっちゃ盛り上がった自分の中で。だからチッピーとノッポかな俺はチッピーとノッポ俺止められるもんなら止めてみたかな。マジで俺止められへんからな何回やっても多分ルートがいろいろあるからどの面も何回も遊べるなと。そうか、確実に買うのはヴァンパイアサバイバーみたいな、うん、そうね、ヴァンパイアサルビボーズは絶対買うと思う。サバイバー今回もなかなかお宝発掘できましたなプロデューサー目線としてはゲームの未来が明るいですよよかったよかった絶対プロデュース目線ないと思うで俺らは